この橋渡るべからず、どんと黒すぎすブリッジ。では、私は王道を行こう。竣工後、半世紀。昭和50年って最近じゃん。え？ 50 年ですか？一休殿、拙者お手上げでござるよ。新右衛門さん、トンチは聞かせないとダメなんですよ。そんなほのぼのとしたやりとりから50年経った。そりゃ拙者も年を取るわけだ。永遠、というものはない。いつかは果てる、危険道。もったいないお化けも大絶賛。インフラ整備は国の要。久しぶりのスキャンだね。もう9月だというのに35度超えの中夕方4時だというのにこの暑さは異常。朝一番か夕方5時過ぎじゃないとまともに作業できないわね。本職の測量屋さんが道路上で作業しているのを見ると倒れるな。エールを送っているわけね。測量屋さんほどストイックな仕事はないぜ。淡々と作業。感心するわね。見習いたいわ。そんなわけで久しぶりのスキャンはちょっと難易度の高い橋梁。重機に乗りまくる作業がないんだっけ？荷下ろし時に使うユニック車や釣り足場構築のための橋梁点検車くらいしか。仕事があるだけありがたいと思わなきゃ。そうだな。これから入札もあるし。欲張っちゃダメだよ。